皆さん、こんにちは。この動画をご覧いただきありがとうございます。はい、それでは早速、私たちの自己紹介から始めていきたいと思います。はい、はい、情報コミュニケーション学部3年の関です。法学部2年の昴生です。経営学部2年の達也です。はい、僕たちは今回、ゼミキャンパスのおすすめスポットについて紹介していきたいと思います。はい。はい、そもそも泉キャンパスって何なんですか？はい、泉キャンパスというのはですね、国際日本学部を除いた文系の 1,2 年生が通うキャンパスになっています。このキャンパスの特徴としては、ビル型のキャンパスではなくて、皆さんの想像するような横に広がったザ・キャンパスといったキャンパスになっているというところですね。ね、緑がたくさんありますね。はい、それだけではなくてですね、渋谷や新宿などの大都会から10分足らずでアクセスできるというね、このアクセスの良さも泉キャンパスの良さになっています。はい、便利ですよね。はい、はい、ではおすすめスポットを2つ紹介していきます。はい、まずはこちらです。はい、メディア棟という建物ですね。こちら外もね、ガラス張りでとても綺麗ですよね。はい、このメディア棟は外観が美しいものもそうなんですが、はい、中に入っている施設もね、当然充実しているんですよね。はい、はい、まずこちらメディア図書室なんですけど、ここパソコンを使うことができます。はい、で、大学生になると課題でね、結構パソコンが必要ですよね。そうですね。はい、そんな時もね、パソコン持ってなくてもここで課題をすることができます。はい、はい、それだけではなくてですね、メディアライブラリーといって、さまざまな映画だけでなく、トイックの教材や、大学ではね、第二外国語といって、まあ、中国語やフランス語などの英語とは違った言語も学習するんですけど、はい、そういった言語の教材もこちらの方で借りることができます。はい、はい、ね、こんな感じでメディア棟もすごい魅力的な場所だったんですけどね、泉キャンパスにはね、他に負けないような施設がありますよね。ほら、はい、どこでしょうか。それが泉図書館です。はい、この図書館はとても大変綺麗ですよね。綺麗ですね。この泉図書館はなんとグッドデザイン賞も獲得しているんですよね。はい、こちらの建物は1階から4階まで全て図書館になっていて、こちらの図書館はちょっと変わってるんですよね。お、どんなところが変わってるんですか？はい、では紹介していきます。はい、まず1つ目は、普通の図書館で喋ることができないじゃないですか。はい、そうですね。まあ、でもこちらの泉図書館はなんと友達と喋りながら勉強することができるんですね。はい、そうなんですよね。あ、俺たち3人で勉強したりしましたよね。ね、しましたね。はい、2つ目は、こちらの図書館はなんと眠れる椅子があるんですね。おい、この眠れる椅子っていうのはどういう時に使うんですか？はい、大学生で、なんか高校生とかと違って授業時間が長くて疲れるんですけども、はい、授業と授業の合間にこちらで寝て、しっかり疲れを取ってから授業に出るということがあります。おい、ね、素敵な場所ですね。はい、これまでいろいろ見てきてもらいましたが、泉キャンパスでね、まだまだ今回紹介しきれなかったところもたくさんありますので、皆さん落ち着いたらぜひ見学にいらしてください。はい、今回は短い時間となってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。